こちらは青門と呼ばれる虹色クワガタになります。羽が黒っぽい青色をしております。続いてお隣も同じ親からの個体ですが、こちらは先ほどよりも緑色が結構残っております。そのお隣はさらに赤色も出てきております。この4頭すべて同じ親から生まれてきた個体になります。羽以外に青色はなく、胸が独特の質感をしています。青、赤、緑の3色入った個体や全部青色の個体も出ます。この血統は結構類代が進んでいるせいなのか、羽にシワができやすいのも特徴かと思います。続いて別の角度からもご覧ください。アウトラインではこの青色の部分が出る確率はメス次第になりますが、基本的には下がります。今後どう類代していくかが大事だと思います。こちら親の色は左から2番目の全てが青色の個体のような色をしておりました。結果的にはちょうどこの4頭くらいの割合で出てきています。多少のばらつきはあるものの、しっかり特徴が出るので血統と言ってよいと思います。